チャンス。チャンス。Thank you.
していこう。プレッシャーに苦しんで、シュートまで持っていくっていうシーンが全くなかったので、まあ、そこは反省しないといけないし、どうやってシュート持っていくかっていうのはまたビデオ見ながらみんなで反省して次に向かいたいと思います。まあ、僕自身は、まあ、特に何っていうことはしてないですけど、まあ、チームが、まあ、今日は負けてしまいましたけど、まあ、3連勝と、まあ、今日は負け、まあ、めちゃめちゃ悪い結果ではないし、まあ、天皇杯にも、まあ、前向いて臨んでいけるかなと思うので天皇杯に向けてまた準備していきたいと思います。まあ、次準決勝天皇杯ということで、まあ、相手 J1 だし、まあ、今まで J1 勝ってきてここに、ここまで来てるってことなので、まあ、そこは自信持って、自分たちのサッカーで最後まで90分勝ち通してやり続けて勝てるようにまた準備していきたいと思います。まあ、前半やっぱりうまくいかない時間が多い中で、まあ、失点しないっていうことがベストだったんですけど、まあ、失点してしまって、まあ、耐えられなかったというか、まあ、前半ゼロでいきたかったっていう気持ちが強かったんですけど、まあ、あとはやっぱりその1を取られてしまった1を取り返せる、ひっくり返せる力が今日はなかったなと感じなので、まあ、攻撃も守備も、まあ、課題が多い試合だったので、まあ、でも大事なのはやっぱ次なので、また修正して次の試合に向けてやりたいです。まあ、3連勝してた中で、連戦の最後を勝って締めくくりたかったっていう気持ちは強いですけど、まあ、でもそれでもやっぱり次の試合やってくるんで、まあ、いい準備をして次の試合に向かうことが大事です、大事だと思いますし、まあ、自分のプレーに関してはもちろん課題が多かったり、できたことできなかったこといろいろありますけど、まあ、まずはできたことに目を向けて、そこをどうもっと表現していくかっていうのをやっていくのと、まあ、修正しなくちゃいけないところは、まあ、また練習から修正していきたいなとは思っています。まあ、間違いなく注目度は高い試合だと思いますし、まあ、でもやることは僕たちはいつもと変わらないですし、自分たちが今までやってきたことを、まあ、J1 相手でも体現するだけなんで、まあ、勝つために自分たちはいつも通りやればいいかなと思います。まあ、前半 PK で失点したんですけど、まあ、後半から入って、まあ、0-1 で負けてたので、一回チャンス作って追いついて逆転するっていう気持ちでやりたんですけど、まあ、結果0-1で終わって悔
悔しい気持ちです。この3連戦で、まあ、自分の特徴のあるプレーは出したと思うんですけど、まあ、最後決めきるところとシュートまで行くところなど、まあ、いろいろまだ課題が見えたので、次の天皇杯に向けてまた練習していきたいと思います。勝っても負けても次の試合と言われているので、まあ、絶対次の試合も次の試合勝てるように練習からしっかり準備していきたいと思います。